岩国城の、ロープウェイの山頂駅まで来たんですけども、岩国城から、広い道で行くのと、山道から行くのとあるので、ちょっと山道からせっかくなんで行ってみたいと思います。ちょっとあえてみんなが行かない山道の道を歩くというちょっとひねくれ者の俺がやりこうなことなんですけどね、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとカタログ落としちゃったんで気をつけます。まあ、山道って言ってもね、山道を越えて下は舗装されてるので、まあ、舗装というかちゃんと固められてるので全然普通に歩けるので、まあ、トレッキング感覚で行きたいと思います。300m だから、まあ8分っていうところですね。あーでも結構やっぱり渋谷な。帰りはあっちから帰ろう。さんのように平坦とついて、あーもう結構涼しい感じがするな。石垣とか見えてきましたね。皆さんに言ってますけども、岩国城のロープウェイから細い道と大きい道っていうのがあるんですけども、大きい道が左側、小さい道は右側なんですけども、絶対に大きい道から行ってください。しんどいです。こんなにしんどいと思わなかった。マジか。まあでも飯すげー、昨日飯すんげー食ったからこれぐらい運動した方がいいわ。帰りはあっちから帰ろう。よし、行くか。よいしょ、よいしょ。ようやくキャッチする義務、はい、岩国城に到着した。
休憩所がありました。今からちょっと中入って、岩国城の中に入ってみたいと思います。ありがとうございます。